はたたけるは、作家、イラスト年賀状クリエイター、セミナー講師、手相や気学などのコンサルタントでもある。長野県小諸市生まれ。長野県野沢北高等学校を卒業後、神奈川大学工学部進学のため、神奈川県に移住し、卒業後、サラリーマン生活を送る。一年後退職し、その間、自分探しを始め、 東京ディズニーシーのオープニングスタッフだった経験等を抱える。半年後、東京コピーライター養成講座を経て、2002年1月28日、渋谷駅の中堅8構造の前に座り、人々の悩みや話を聞き、最後に言葉と絵を残す道を歩み続ける。その数は、現在、2万人とも3万人とも言われている。2003年ファミリーマートの年賀状で、 約50万枚のヒットとなりその名を全国に広げる。以後、毎年のファミリーマートの看板年賀状として選出されるようになる。2004年4月頃より、大館山にてアトリエ、はたたけるを開き、それと同時に、同年11月頃、約3年半の路上活動を脱化する。その頃より、各出版物や様々な商品デザイン、写真、各アーティストへの作詞提供、 各公演、講師、各アーティストとのコラボイベントなど幅広く活躍。現在、2007年7月頃アトリエを卒業し、ラジオパーソナリティや様々な分野での活動を行っている。2007年11月20日より、無料配送、無料購読し、旗ニュース欲しい人に欲しいところへが発行される。現在、全国公演セミナーツアーなど、多岐にわたって、 精力的に幅広く活躍している。ありがとうございます。